横乗ってみていいですか。お願いします。こんな感じで。お願いします。ちょっとメガネに雪が積もるのがちょっと計算かもしれない。S66 まで雪は初めてだから、どんな動きなのか。あ、ぜひ運転してみて。あとでちょっと一回乗せてもらえたら嬉しいです。立ってみましょう。経緯はい、ハンドル切り直すタイミングもうちょっと早く切りたいじゃないですか、その時に早くブレーキ一回リリースしちゃって多分曲がると思うんです。ロックしちゃって前にチューチューってなってる、結構その低速域でこのアイスロメンって結構ロックしてる時間長いんですよ、なので一回緩めるかリリースして打ってやれば多分反応が来ると思うんで、怖いからブレーキ、まあ正解なんですけどね、ブレーキ踏むっていうのは大事なことなんですけど、ブレーキリリースステアみたいな、昔ロックしてた時の車の対処ってそうでしたよね。そうでしたね。氷の道だとそれをちょっとやってもらうと早く反応が来ると思います。って言って僕ができなかったりして例えば雪がある方がもちろんトラクションもブレーキもハンドルも効くしとか、そういうのを全部イメージして、でも出口は滑るからどこ通ろうかっていうのが多分タイムアタックの一番重要なところなのかもしれない。それができてないと全部のリズムが崩れたりとか、やっぱそれだけじゃなくても緊張しますからね、早く走ろうと思うと。あの2箇所のカーブのもうツルンツルンのところは、はいはいはい、入る角度が合ってなかったら、そうなんです、もう壁に。そうなんですよ。そうそう。ただこういうのもありますからね。いろいろ考えて。ただやっぱりフロントタイヤが仕事してないぐらいのオーバースピードはダメですよね。行きます。ブレーキもしてない時にちょっとやってあげるといい。前に行く力、前に行く力を意識してアクセルをコントロール。楽しい、これすごい。すげえ楽しいです、この車面白い